お口の中の健康は綺麗に保ちましょう。すっきり。ハビネスタークのハビネスです。今回のソーティー攻略実況はこちら、ボルト君を使ってですね、少しだけヘルミンスでいじりながらこの3つのタスクをクリアしていくと、まあ言ってもそんな贅沢なものではなくて、まあ俺基本的にボルトっていうフレームがちょっと苦手な部類に本当は実は入るんですけれども、まあ個人的に穴を埋めるじゃないですけれども、そういった自分の性格に合ってない部分のちょっと穴埋めのために、オクタビアの、アビリティを実装して、1番を変えてね、オクタビアのアビリティを放ちながら攻略を進めるっていうことをしました。っていうのも、なんでその性格が合わないかっていう話に関しても、そのボルトって3番のシールド、こう発展で、その中を弾をね抜けるとダメージが上がるよとか、まあよくテラリスト関連でやられる方法だと思うんですけれども、あとは2番でね自分のスピード上げたりとか、攻撃のそのリロードとか、まあそういったね部分で早くにこう動作できるようになったりだとか、あと4番で範囲攻撃ができるようになったりとか、まあいろいろあるんですけれども、なんかね断るごとに硬直するシーンが多いんですよね。その4番の発動にしろ、3番のそのシールド貼ってねこうやって射撃武器を使うにしろ、何にしろ結構硬直することが多くて、高レベル帯は結構レベルが上がれば上がるほど、その射撃精度とかっていうのも敵も上がってくるので、まあそういったところちょっとなんかこう矛盾してるよなって個人的には思ってしまう部分なので、だったら攻撃がこっちに当たんない方法で行こうかと思って、まあ今回はですけれども、まあいつも言うようにヘルミンスは遊びの要素と攻略の要素があると思っているので、まあ今回はまあどっちかっていうと攻略と遊びの半分の間ぐらいな感じのボルトですが、まあそういった感じでね、敵の攻撃をそらしながら、強力なそのシールドを通ったところのダメージ増加を狙ったりだとか、こういったね4番の、範囲攻撃を入れて、で一気に殲滅していこうよっていう。でおまけに今回機動防衛とか、あとボス戦もラプター戦も含まれているんですけれども、まあそういった中でもね自分の身を守りながらかつ、殲滅の手助けをしてくれるような、まあこの前も言ったと思う、他の動画でも言ってるんですけれども、このオクタビアのアビリティが実装できるってだけでもう防衛ミッションは全てこと足りてるよなっていうぐらい強いやつなので、もうやりたい放題ですね。もう一回その効果時間とかも、ね、スピードとか、あと4番のね電気ダメージ与えた後の効果時間とかも関係してくるので、まあそういったところでも、アビリティとのオクタビアのそのアビリティとの相性がいいボルト君なので、まあ威力自体はそんなに高くないんですが、まあ理にかなった状態でね、この機動防衛なんかは特に、大助かりな感じで楽しくできましたね。そう、普段ねボルトって高レベル帯に俺あんまり持っていってる印象が自分の中ではないんですけれども、まあこういった中でもね安心して使えるという感じです。でこいつに関してはね、今回、さっきまではバルカレイス使ってたんですけれども、まあ火力面ということでね、わざとルビコープライムにして、まあちょっと爽快感ある、倒し方でちょっと動画に残そうかなと思って、まあ、ボルトの3番のシールドを通しながらね、そのラプターに攻撃を与えたりだとか、まあ普通に攻撃したりと、まあいろいろですけれども、ラプター戦もね、例に倣って雑魚敵が多かったりするので、まあそういった状態の中でこう高レベル帯のラプターがね上空から効果力をぶちまけてくるっていうのは結構厄介なものがあったりするので、距離を取って、オペレーターのエナジャイングダッシュで回避とね、そのエネルギー回復で、さらには敵の殲滅のために距離を取って準備して、でそのオクタビアナビリティでザコは、あっちこっち行かせて、こっちに標的をねターゲッティングしないようにっていう調整をする、まあ全てのアビリティを使いながらっていうのがやっぱりウォーフレームの理想というか、俺の戦いの理想というかね全てのアビリティを使いながら、まあとりあえずはね、4番で殲滅とかもできるので、その敵の動きを止めながら、そこに近接攻撃を浴びせていくとか、まあいろんなやり方がある中で、まあ、結構総合的に見ても結構理にかなってて、でなかなかねこのラプター戦って結構楽しちゃうタイプで、俺も、いつも起きた、あこれバグが発生しましたね。いやこれ治んないねこのバグねまあそのうち治るとは思いますけれども、 D さんの方もね忙しいと思うので、で、これで攻撃すると、まあ基本的にですね、そのオクタビアとかいろいろ姿消せたりとかメサとかね連れてきちゃう中で、まあボルト使ってスナイパーライフルの攻撃力も強めた状態で
倒せるっていうのはいいですね。これちょっとダウンしちゃってなんか霊気ダメージかかってて動作が遅くなっててオペレーターが出なかったので、まあそのままダウンしちゃったんですけれども、まあセンチネルがね蘇生してくれたんで、あまあ良かったなと。で攻撃レーザーもね、当たらない状況を作り出しつつ、まあ落としたらスピードで一気に近づいてってそのままトーカーという風にやれば、まあ全然ね苦労することなく、まあ全面フィールド全面だけなので、まあ相手とのね、その射線がどういう風に通ってるか角度っていうのは重要になってきますけれども、まあ防衛の面でもかなり信頼できる能力は持っているので、まあボルトでもクリアできたという感じで、結構これはね達成感もありましたね。でアナサをいただいて死亡カウントもカウントされていないとセンチネルのおかげですね。はい、こちらビルド紹介になりますが、まあ今回スナイパーライフルをメインで使っていたのでデッドワインつけながら効率そこそこ高めとか範囲をね、オクタビアのアビリティを実装しているので範囲をそこそこ持ったりとか、まあ何かに特化しているわけではないですが、バランスよく、まあ扱いやすい、まああくまで俺がという意味ですけれども、まあそういったスタイルにしてますね。まあハンタードリナリンつけてもいいかなって思ったんですけれども、まあ攻撃を受けないことが前提に考えたかったし、おまけにこういったね、増強をもっとつけるとまた違った運用の仕方もあると思うので、まあいろんな使い方があるという感じです。こういったアイディアも自分の中では良かったですね。ハビネスダークのハビネスでした。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かった、参考になったという方はぜひ評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。こういった遊び要素とか、攻略要素いろいろ含めながら今後もソーティー攻略やっていきますので、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。またね、バイバイ。